チャキラポップでーす。突然ですが皆さん、今日は何の日かご存知でしょうか。今日はボジョレーヌーボー2018の開店日でございます。はい、もうね、ここにちょっと出ちゃってるんですけど、今日はね、ボジョレーの解禁日ということで、早速ね、ボジョレー買ってきました。なので今日はボジョレーを飲んでいきたいと思います。お酒は20歳になってからね。はい、ということでね、早速飲んでいきたいんですけども、今日私が買ってきたのはこちらのワインです。はい、見えますでしょうか。こちらですね、なんとドン・キホーテで購入いたしました。なんとね、こちらのワインお値段の方が549円、まあ、税別なんですけども、なんとね、毎年どうやらドン・キホーテは史上最安値のボジョレーに挑戦しているらしく、まあ、このね、入れ物はプラスチックでできてるんですよ。だからまあ安いのはまあそのあれなのかなって思いますけども、でもまあ味はね、どうなんだろう。ちょっと私もね、でもボジョレー自体私あんまり飲んだことがなくて比較とかはできないんですけど、まあ美味しいか美味しくないかくらいでね、まあレビューじゃないですけど楽しく飲んでいきたいと思います。で、なんかこのラベルがね、この花が描かれてるんですけど、これがなんか全部違う色になってるらしいです。私も売り場で見たけど全部違いました。はーい、こんな感じです。じゃあ早速開けていきます。で、ご丁寧にね、今日ワイングラスもね、買ってきたんですよ。ちゃんと美味しく飲みたいなということで、まずはね、あー、でもなんか嗅いだことのあるワインの匂いっていう感じですね。じゃあ注いでいきます。こんなもんかしら。ちょっと冷やして飲みたかったんだけど、さっき買ってきたばかりでさ、しかも夜だからさ、どうしても今日中にこのね、動画を上げたいわけよ、私は。だから飲んで、ちょっと飲んで、もうすぐ編集したいと思います。はい、ということで飲んでいきましょう。乾杯、イエーイ。いただきます。まあ、素人が言える感想としてはですね、すごく酸味が効いてるワインです。辛さとかで言うと全然辛くないし、なんだろう、渋いぶどうジュースって感じやばいよね、このコメントはやばい。でね、おつまみも買ってきました。こちらカルパスね、ポケットカルパスをこちら5個買ってきました。じゃあね、おやつカルパスいただきます。やっぱさ、ワインはなんか柿の種とかじゃなくて、こういうカルパスとかチーズってイメージだよね。いただきます。美味しい。で、今日は別に特に企画とかがあるわけではなく、楽しくお酒を飲みながら食べたいなと思って、まあこういう動画を撮ってるんですけども、最近何があったかと思って考えてるけど、こう話せるようななんか出来事があんまりないんですよね。まあでも一つだけ言いたいのは、まあこの YouTube チャンネルにおいては、年末までにあと何本かね、すごい楽しい企画をね、結構ビッグな企画を考えてるので、ちょっと楽しみにしておいてほしいなっていうのが今言えることですかね。まあ見てる方がね、20歳以上の方かどうかちょっとわからないんですけども、私はね、最近普段全然家でね、お酒を飲まないんですね。だからもうめっきりめっきり弱くなってしまってね、もう多分これ一杯で結構酔えるんじゃないかなって思ってるんですよ。それよりもやっぱりカルパスが美味しい。うん、カルパスがね、美味しいんです。もうなんか今日は楽しい。うんゆっくりやりたいじゃん、こういうのって。ゆっくりやりたいんだけど、結構ゆっくりすることってあんま好きじゃなくて何でもこう効率化を求めちゃう人間だから、なんかもうどんどん食べちゃってる今どんどん食べてどんどん飲んじゃってるよって感じなんだけどワインとね、カルパスは合う。うん、合う。全然個人的なニュースなんですけど、髪がね、結構伸びました。もうね、三つ編みがね、もうちっちゃい三つ編みだけどできるようになって、この間前ほんとに頑張ってやってもできないかなくらいの感じだったんだけど、やっとちょっと安定して三つ編みができるくらいになりました。イエーイ髪の色も変えたいけど、なんかこれにしたいっていうのもないし、まあでも一回やりたいのは赤でやっておきたい。赤ね、ほんと好きだから、今日もこの間買ったさ、ほら買いに行ってきて、赤ワインっていう最高の組み合わせなんだけど、はい、あとこんだけ、こんだけって言っても1杯しか飲んでないんだけど、とりあえずこの1杯を飲み切ったら動画を締めたいと思います。なぜなら私はこの後この動画を編集しなきゃいけないからね。
きっとでもこれが最安値ってことはもっといっぱいいっぱいいいワインがね、あの市場に出回ってると思います。きっともっと美味しいワインもいっぱいあると思います。けど私は今日この選ばれしね、ドンキのワインを飲んでみました。でも全然飲める美味しいワインでしたので、皆さんもねぜひ一度飲んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はボジョレ・ヌーボーの解禁日ということでボジョレ・ヌーボー飲んでみました。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、ヒビキテクノポップでした。バイバーイ。解禁。これね、分かる人には分かる。じゃあね。